ゴールデンウィーク真っ最中の金曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も京都志クラブ放送、はいはい、マックスビート、タイトルは決まらない。本日も FM797 三条ラジオカフェよりお送り出しております。はい、箱田君よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。マックスでいきましょうね。今日もね、いきましょう。はい、はい、じゃあ箱田君ざっくりと、まあ、はいはい、簡単に説明なんか。あ、そうですよね。はい、まあ、京都志クラブとは、はい、という話なんですが、はいはいはい、この京都志クラブはですね、経営者様向けに毎月さまざまな業界の経営者様をスピーカーとしてお招きしまして、はいはいはい、勉強会をしてしまおうと。勉強会しちゃいますか。はい、はい、いう会員限定クラブでもあり、はい、また京都でまあ起業したい方向けにですね、はいはい、支援できるシステムツールをご提供していくと。おお、なるほどね。いう素晴らしい、いいですよね。はい、コミュニティクラブになってます。はいはい、やっていっちゃってる。そんな中の、はい、妄想マックスの2人がですね、はい、お送りしようとしているわけなんですけれどもね。そうですね。はい。まあ、妄想マックスで、あの、アイデアなんかをね、はい、常にこう、もう語ってるわけなんですけれども。そうですね。はい。間も、あの、たまたま、あの、大阪でね、もう僕ら、あの、大阪、なぜか、あの、京都でやりたいのに、大阪とか東京とか、呼ばれることね、京都、はい、やってへんやないか、みたいな、ね。多いですよね。はい。はい、そこで、あの、たまたま思ったんですけど、はい、まあ、京都でも木屋町とかあるんですけども、あの、大阪でも、あの、キャッチの人がやたら多いんですよ。多いっすね。あれ、なんであの、キャッチってね、はい、もうガッと来て、なんか、どうですかって言われるんですけどね。あれ嫌ですよね。飲食店でしょ。飲食店の。飲食店のキャッチでね。はい。あの、飲み放題だどうなこうだとかね。そうなんですよ。コースの説明しようってどういうことやと。そうなんですよ。ね、昔あれキャッチってあの風俗さんとかそういうのが多かったですよね。うん、もう今あの居酒屋さんとかが、はい、もう普通にやってはりますよね。もう普通のお店が、飲食店さんが。あれ呼び込みだけのバイトさんとかなんですかね。なんかやってはるんですかね。だから、まあ、観光客からすると、はい、やっぱりこう辛いわけですよ。嫌ですよね。なんか京都来たのにみたいな。京都来たのに京都でお寺とか回りたいのに、はいはい、居酒屋来いと。なんか急にイメージ崩れますよね。現実に戻されるわけですよ。はあ、はあはあはあ、そこはね、ちょっとこの前も京都の昔からいはる経営者さんでね、はい、飲食の、はいはい、まあ、ちょっとあれが嫌やなと、はい、風情があった京都が来たら、はい、あかんやないかと。なんやホッピーかと。あれ、はい、なんか逆にね、はい、もうそれいい日になったらいいんちゃいます。いい日になったら、うん、はいはい、もうあのキャッチなんかせんとね、うん、はいはい、みんな待ってたらいいじゃないですか。そうそう、待ちね、結構いいと思うんですよ。そうでしょ、はいはい、だからもうなんか待ってる状態で客に、うん、あのもう行きたいところ、はい、あのピンポンって鳴らして、もうあの締め切っといてね。はい、はい、で客が、はい、あの行くんですよ。なるほど。キャッチじゃなくてキャッチされるんです。されに行く。されあの入り口にピンポンがあって、はい、押すとプレゼン。前で入るのにはどうするかっていうプレゼンをするんですよ。おもろおもろ出てくるわけですね。そうなんです、はい、でお前の話ちょっと聞いたるわ。お前ら言えと。何が食いたいねん。何が食いたいねんと。まあ、プレゼンせえと、そこで。ただし、うちは焼き鳥しか出さへんとか。焼き鳥しか出さへんからなと。なるほど。はいはい。でもそれ面白いですね。はい、うん。で、そこでプレゼン能力がつくわけですよ。いや、僕らもこれから、あの、はい、こんな、はい、あの、焼き鳥食べるんですけども、こういうコースがあって、こう、これだけのお金を使って、うん、まあ、食べますと。はいはいはい。だから、あの、オタクどうですかと。わかった。何割にしようと。このコースを提供できるぞみたいな。はいはいはい、はい、だからそうしたらね、はい、いなくなるじゃないですか。絶対いなくなります。そう、むしろ楽しくなります。楽しくなります。行くとこ行くとこ、はいはい、好きなやつやったらもうプレゼンだけしに行くんです。俺のプレゼン能力どうやねん。めっちゃ迷惑ですけどね。お店の人はめっちゃ迷惑やと思いますけど。まあね、そうしたらね、はいはい、あのキャッチもなくなるんちゃうかなってね。あのようわからんことをねまた考えてたわけなんですけど。なるほど。この間あのほんで、うん、たまたま大阪でね、はいはい、そういうあの仕事でまあ僕ら二人行ってたらね、うんうん、またこれがあのミュージックステーションですか。あ、そう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 、ミュージックステーションね。ミュージックステーションの僕ら取材されたわけですよね。何の歌好きやねんと。4時ぐらいにね、はい、ブラブラはね、はいはい、それに今の男二人ね、はいはい、キャッキャ言うてたらそれはね、うん、はい、
インタビューしたくなりますよ。そうですね。ということはあれですかね、うん、次週映るミュージックステーションで僕ら映るかもしれない。あ、そうそう。箱高は取り上げられてるかもしれないですね。結構熱い話してありましたからね、はいはい、やばいですね、はい、もう、もう時間もね、はい、なくなってきちゃってるんですけどね。早いですね、今日も。はい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 、まあミュージックステーション見てくれはったら、うん、来週ですよね、10日、10日の金曜日、はいね、あのミュージックステーションにもしかしたら僕らまた出てるかもしれないんでね、はい、あのぜひぜひ見ていただいてコメントいただきたいですよね。ですね。コメントこれくれはるように なりたいですよね。あのフェイスブックページ上にね、はいはい、あのコメントのしてもらうと嬉しいんで、はいはい、まあ、お祝い事結婚式やりますとかね言うてくれはったら、ね、うん、イベントの告知とかしてくださいってなったらラジオで、はいはい、僕らもね なんか言いますしね、うん、まあ、というわけでね、この放送はですね、毎週金曜日の午前0時から FM797 でね、はい、三条ラジオカフェよりお送りしているので、はい、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います、ね、いやもう今回よろしくお願いいたします、はい、もう相変わらず短いんでね、はい、一言またいつもの一言はんなりですね、はんなりですね、はい、ではよろしくお願いします、はい、来週も